はい、こんにちは。本日は京王多摩センターを散歩していきたいと思います。本日は2020年の8月26日水曜日となっておりましたっけ。火曜日でございました。25日でしたね。あれ 25?25 か。あれマジ25か。25、1日ずれてたな。ずれてました。ということで、京王多摩センター、小田急多摩センターという駅もありますが、もう見てくださいよ。サンリオのキャラクターがバッチリね、出迎えていただきました。いただいておりますが、かなり夢の都市って感じがしますね。あそこ、あ、階段のところね、多摩市って出てますが、その左側、あれ見えますかね。健康？あ、違う、健康都市。健康の幸はね、幸せっていうでもやっぱハピネス。ハピネス感に溢れる都市でございますけども、こうかなりシンメトリーなね。これまっすぐ行くと、ランドに行くんですかね、いわゆる。タウンに行くんですかね、ハローキティに会える街ということで。パルテノン大通り。シンデニーでも行くんですかね。これまっすぐ行ってみましょう。あー、これちょっとやや坂になっており、なんか鳥にも見えるですね。何か見えますが、あれはおそらくモノレールですね。あそこまで行っちゃう？ちょっとね、今乗り換え中なんですよ。用事がありまして、これからモノレール乗らなきゃいけないんですが、ちょっとやや早めに来ましたね。前にも話しましたけどね、京王多摩センター、まあ多摩センターって言っていいんだと思いますけど、多摩センターね、ぜひ散歩しゃべりしたいと前々から思っていたんですけども、何かのついでにですね、ちょっと伺った次第でございます。まあ、ちょっと遠いんですよね。やや西の方で、市町村的にはどうなるんですかね。日野市とかになるのかな、多摩センター。ちょっと今周りを見渡しておりますが、なんか縦看板というかね、世田谷区とかね、千代田区とかいうふうなのは出てはないですね。いずれ、あ、多摩市ですね。多摩市は、上りというか、のろしと言いますか、のろしのろしは煙になっちゃう。あれ出てますね。街灯のところに垂れ下がってる垂れ幕のところ、垂れ幕ですね。多摩市って言ったらハローキティストリート、島次郎広場、広場って感じじゃないけどね、ストリート感ありますが、こんな感じですか。まっすぐですね。計画されてますよ。いい感じじゃないですか。丘の上プラザ、伊東洋華堂とかね。これどれぐらいに作られたというか、発展しだしたところなんでしょうね。京王プラザホテルもありますよ。ここ泊まってみたいわ。何年ぐらいかな。なんか、ニュアンス的に80年代、90年代ぐらいな。何をもってそう思ったかわかりませんけど、そのような雰囲気のある、坂道を、パルテノンストリートが、を登っております。左側には、結構テーマパークっぽいね。なんというか、なんかちょっとハッピーな、健康的な感じですね。幸せな感じです。マクドナルドもあったりとか、ローソンもあったり、サイゼリアの感じね。ちょっとお城みたいになってるのが丘の上って書いてるんですけど、うわー、すごい。サンリオピューランド、あそこにあんだ。知らなかったな。サンリオピューランドが左手にございます。反対側はなんかちょっと暗い感じですけどね。なんかあるんでしょうか。こうまっすぐ行くと、ちょっと地図見てみるよ。左側が島次郎広場になってるんですかね。これまっすぐ行くとパルテノン多摩っていうのがあるみたいです。左側ピューランドがあってっていう感じか。ちょっとピューランドぐらいまで行ってみますか。ピューランドといえばね、といえばねっていうか、本当は名前は聞きますけど、多摩センターにあるっていう認識がなかったですね。地元の人にはね、我が町が誇る名所であるみたいな感じなんでしょうか。その辺ちょっと伺いたいところではございますけども。いや、いいですね。横浜銀行もあったりしますんで、まあ横浜県内というか、神奈川県も近いよっていう感じなんでしょうか。多摩市。いやー、すごいよ、あの感じ。これなかなかね、ないですよね。なんかちょっと東京っぽくない？どこっぽいかって言われると、わかんないけど。ちょっとなんか変、すごいね。変って言いそうになりましたけど。この辺でね、ちょっと一服するのもいい感じじゃないですか。もちろん禁煙ではございますけどね。一服にはね、タバコ以外にも、お茶を楽しむとか、そういうのも一服に含まれると思いますけど、まあ一服するのもいいでしょうね。飛行機も飛んでいます。そんな中、8月ももうそろそろ終わりそうな感じで、寝暮らしいし、気候でしたけどね、だんだん夜は涼しくなったりとか、いや、それでも熱帯夜なのとか、まあ、いろいろ行ったり来たりしている感じですが、
気候自体はだいぶ寒冷化に進んでるみたいな噂もありますよね。あの太陽の地軸がこう曲がり出したとかね、太陽の距離ができ始めたとか、超寒冷化何の話や。もう本当科学的な根拠も全く提示できないような情報を今話しろ。あ、ちょっとこう歩いているところ気づいたら橋の上とか2階高ぐらいのところ歩いてましたね。ダイソーもガッチリありまして、三菱 UFJ 銀行もある。これは安心ですね。どう安心なのかよくわかりませんけど、なんか安心させてくれる赤い看板が目印の、あ、なんか変な帽子ありますよ。これ何でしょうか。すごいですね。なんかなんか渋谷にある国際連盟でした、国際連合大学でしたっけ、あれをちょっと思い出しますけど、ニックこれ、あ、わかんねえ、知らないな、この方のね作品でございますけど、自由奔放な雰囲気で、このビルもでかいよ。ちょっと上まで振ってみましょう。ビーッと上、ビーッといきます。うわ高いね。ベネッセですね。ベネッセでございます。やっぱベネッセらしいといえば、あ、このオブジェやっぱベネッセらしいなってそんなか、ベネッセ学びの体験ルーム、ベネッセのお膝元のようでございますが、こんなにうろうろして大丈夫なのか。あ、サンリオピューロランド、だんだん見えてきましたね。塔がありますから、あそこまでね、一応階段が見えますね。あれは整備用なんでしょうか。それとも、まあ、行けないか。あそこか、飛び降りたくなるもんね。I can fly したいよね。フライがそこに待ってるって感じしますよね。多摩美術大学美術館っていうのがあったりするんですね。へぇー。多摩美の美術館が右側にあるそうですが、ちょっとそっち側をね見てみたいですが、ここはスケボーしたくなるね。だスケボーだとね、これタイル状だとカタ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 うるさいんだろうな。する人もいないのか。スケボー禁止大概ねしたくなるところに書いてありますけど、特には書いてないですね。この広場での夜間迷惑行為を禁止します。迷惑行為ってくくられてるかもしれないですけど、夜間って書いてありますからね。スケボーだを禁止してるって感じじゃない。だ歌う人とかかな。あと集会集会とののつくね、あのちょっと若者が集まってくるみたいな、そういうの禁止してるんだが、ピューランド近づいてきました。うわーすごいですね。塀の向こうが塀を感じます。あーへーちょっと入りはしないですけど、入場の感じをちょっと確認しておきましょうか。徒歩圏内ですね。ただまあ駅の口から今おおむね7分8分ぐらい、途中ですね、そんな飽きるような通りじゃなかったので、そんなに遠いなって感じではなかったですね。これが田んぼのね、一本道、あぜ道とかだったらね、結構10分ぐらい歩く、8分ぐらい歩くって結構だるいですけど、このピューロランドまでの道のりは、多摩センターの道のり、パルテノン大通り通りまして、いや、全然飽きなかったですね。これ色合いとか見てくださいよ。いいじゃないですか、この、なんとファンシーなね、色使いで。シャーっと、なんか出てますよ。そんなことですよ。ジューシークローズドと書いてありますが、大人が3900円、子供2800円。アフタヌーンパスが大人が2200円、子供2000円と。で、アフタヌーンは5時ぐらいからかな ?4 時。14時。休日は15時からということで。まあ、2、3時間楽しめよっていう感じでしょうか。あっち側に、あ、極楽湯っていうのもあります。あれ気になるな。ちょっと行ってみようかな、後ほど。個人的には行ってみたいと思いますけど、どういったものがあるんですかね。まあデートとか家族連れが多いのかな、そういう感じなんですかね。縄文の村、天井、あ、縄文の村もありますよ。何何どういうこと、いろんなもんあるよ。あそことかいいね、なんかペコって出てるとこ。ちょ上振っときましょうか、ベビーっとね。はい、こんな感じでした。うわー、これね、なんか異様ですね。異様って言っちゃダメですね。キティちゃんもいますけど、至るところにキティちゃん。雨の後に虹が出る。サンリオさん、顔ありませんでしたけど、顔なしのキティちゃんが、すでに先月。この広場とか何に使うんこれ。集会かな、集会には使っちゃいけない。昼間なら集会していいんでしょ。集会ですか、なんかイベントかな、なんかもう一つぐらいビル建てりゃいいもんね。なんかいろんな事情があるんでしょうか。マルゼン、ユニクロとか、いろいろありますわね。いや、なんかこういうとこ来ると、いいですね。手軽でいいですね。ディズニーランドとかね、これ僕あんまり行ったことないんですけど、まあね、ハマる方はハマりますんで、ピューロランド、ピューランド、ピューロランド。ピ
ピューロランドでいいんですか？ピューロランド。ピューロランド。ピューロランドハマれば、年間パスポートとかあるのかな？ありそうだよね。3900円だから。まあまあ。まあでもね、飲み会に行くと考えれば、でも中でも消費するか。いろいろ飲み食いとかね、いろいろ買いたくなりますから。先ほどのこの広場の夜間迷惑行為禁止ですって看板一応確認しておきましょうか。必要ないか。タマビーズ、あ、タマビーの美術館。美術が2回つくんでね、ちょっとよくわかんなくなりますけど、多摩美術大学美術館。美術大学美術館。多摩美術大学館。これ抜いたらね、意味がわかんなくなりますから、大学っていうのはダッチだと思いますけど、あ、ここにあります。多摩美術大学、今何やってるんでしょうかね。あ、クローズドになってる。なんかピッカピカですね。ハーフミラーのなんか鏡張りの、なんか美術館っぽくはないですね。いわゆる美術館って感じはしませんけど、今は一応やってるみたいですね。何かをやっています。マキシツトムさんかな？すいませんね。あ、こんな感じで、タマミのマークがありますけど、感染防止宣言のあのね、虹のマークがついてます。10時から17時までです。今日はやってないですね。火曜日休館日なのかな？こんな感じですわ。いや、まあちょっと、飲み屋とかないね。居酒屋とかもないかな。チェーン店とかであったかな。まあ、お酒とかはもうなんかこの世界には、この年にはないような雰囲気がありますけど。まあ、よくね、清掃されてる感じしますね。清掃員の方いるんでしょうかね。まあ、そういうね、美化をに勤めている街というような感じもありますが、若干戻りつつ、モノレールの方にね、私行きたいと思います。現在の時刻行ってなかったかな。今ちょうど、ありません、ね。島内ロード、トモトダッチの時計、11時をちょっと回ったぐらいでございます。いやー、そうか、昼下がりですがね、島内、これ何のベネッセはビルなんですかね。クラスベネッセ。あ、受験対策、テスト対策、自ら学ぶ力っていうね、学習塾ですかね。学習ルームみたいな感じが。でもなんかちょっとなんていうかね、ショーウィンドウ的な。塾感もあるんですけど、なんかここでプレゼンテーションしてるような雰囲気もありますね。なぜならこうディスプレイとかね、塾あんまある感じしないと思うんですけどね。ありますね。ベネッセの中も突っ込んでみたいですけど、その実態たるやどうなってるんだって。ベネッセコーポレーション。大きな、あ、これ下にも行けんのか。下行ってみる？下行ってみてもいいけど、ただやたら銀行多いね。見える限り、みずほ銀行、横浜銀行、三井住宅信託銀行で、裏手には先ほど言いました UFJ もあります。銀行、まああってもいいんですけどね。2階建て、3階建て、全部上から下まで銀行になってますけど、明日はクリニック、病院とか整形外科がありますけど、あんまりこうなんか娯楽施設というようなところは、あ、まあゲームがあるか、あ、映画館もありますね。映画館あって、サイゼリヤ、ミスタードーナツとかありつつの太陽ステーション。あ、スタジアムか。スタジアム。まあ、ゲーセンですね、いわゆる。言い方次第の感じですけど、まあ、健全なピューロランドのサンリオのお膝元なんで、こう、表面にあるような、UFO キャッチャーは全部サンリオ系なんでしょうか。サンリオ系以外、あ、でも、ありそうな気もするけどね。あれ、コイキングだよね。これポケモンもあったりもしますけど。まあそんな感じで、まあでもそうね、やっぱり酒飲むとかないかな。伊東洋華堂で、まあ、酒は売ってるかもしれないですけどね。もちクリームドーナツも売ってるらしいですけど、さあこう逆サイド行けば、まあここはねピューロランドで続く道ですから。でもあれですね、 RPG っぽいね、この街。RPG っぽいな。しかもあれね、俺が言う RPG は、まあ、ファミコン、スーファミぐらいな感じ。プレステまでいかない。あの、上から見て理解できるような、年な感じがしますけど。ちょっとね、宿屋とかあるかもしれない。宿屋あったね、京葉プラザホテル。ありましたけど、なぜか無意識にですね、酒場を探していると。最近も酒あんま飲まないんですけどね、とこ言いつつ昨日ちょっと飲みましたけど、だいぶ減ってきましたね。やっぱ人と会わないと、やっぱ酒を飲む機会が減りますし、習慣がね、なくなってきたというような感じですが、これまっすぐ行ってみるか。行ってみましょう。あ、先ほどね、あれモノレールの、モノレールなんじゃないかといった陸橋のようなものが、あれ、モノレールじゃなかったですね。
オブジェというか、まあ本当鳥居を模してるのかもしれないですけど、見えますかね。パルテノン神殿か。パルテノン神殿を模してんだな、あれな。パルテノン通りだから、そう、まっすぐじゃないか。サムネ決定みたいな。でもこのサムネじゃね、誰も見ないですね。まあ、そもそも誰も見てないですけど。こっちが行きましょうか。あ、スタバ。ややここが、若干ちょっと、後に立った感はあるけど、どうなんだろうか。居酒屋とかねえか。赤ちょうちんなんて持ってんのかって感じですかね。赤ちょうちんぶら下げるあれもないか。ここは百貨店っていう感じでもない。無印良品があったり。まあ、デパートの上層部が全部集まったみたいな感じですかね。買い物はまだできそうな雰囲気ですけど。まあ、この街でバシッと全部収まる感じですかね。ただ、こう、夜の街はないですね。夜は周回すらできませんからね。結構会社多いな。ここに勤めてくるって方も多い気がしますね。あ、モノレール見えましたよ。あのモノレールね、最短というか一番終着駅、始発点でもありますんで、あそこがね、ダイブできるようになってますね。モノレールが。発車できます。あれが余白です。余白見えるから、余白できてますね。あれ、橋みたいになってますけど。こっか、多摩センターからどこまで行けば、立川方面までね、パシーって行ってる多摩センター駅ございますね。あ、ヤギがいる、ヤギ。あ、ヤギがいますね。これ立川にもいますよね。なんかヤギは職員ですみたいな。草食ってる。草の、なんかなんていうか、除草除草してる職員の方がいらっしゃいます。見えるかな、白くね。2頭ぐらいいますけど。はいはい。あんな感じです。ちょっとあの駅行きたいんだけどな。どうやって行こう。これ回って行けんのかな。まあ、行ってみるか。フットサルバスケットコートあんのか。これ何なんだろう。なんかガラス張りで立派な感じですけど、映画館でも入ってそうなね、雰囲気ですね。ですが、これ、セブンイレブンのマークとか、郵便局とかありますが、これは何なんだろうか。多摩テレビってのがあるんだ。ローカルテレビかな。多摩テレビ渋いですね。初めて聞いた気がする。ケーブルテレビの感じがしますが。さあ、このまっすぐ行きましょう。やたら坂が多い印象ですが、坂を登ると地味に疲れてきます。息が切れてきます。マスクをね、つけていないと、なんか睨まれるような感じがし、今マスクを装着しましたが、マスクをつけるともね、20区、30区でございます。あ、セブンイレブンね、24時間営業中ということで、工事はしていますが、営業しています。保育所なんかもね、これ市役所とかかな？なんかな、ちょっと、突き止めましょう。このビルの正体は何ぞやと。立派ですからね、かなりね。役所系かな？なんでしょう、これ入っていい、はい。でいいんでしょ多分。ゴンドラ作業中。あ、オフィスビルですね。ニューシティ多摩センタービルディング。あ、いろんな、みずほ銀行、第一生命、ティアック、ティアック、ティアックってなんだろう。で、会社、フットサルステージとか。あれですね。オフィスビルでございました。役所系ではなかったですね。ティアックってな、3フロア、2.5 フロアぐらい、占有してましたけど。何の会社なんでしょうか。あっち側にも広がってるわ。なんかスケールが分かんなくなるな。結構歩いてる感じしないですけど、もう18分ぐらい行きましたね。あ、でも多摩センター散歩しゃべり行けてよかったな。実は昨日ね、別に散歩しゃべり収録したんですよね。山手線ぐるぐる回ってるっていう自分縛りのバージョンがありましてね、この辺をね、一度まとめたいと思ってるんですよね。どうやってまとめればいいか。なんかウェブサイトとかね、作って、そこでシコシコ、まあ、なんかまとめたいんですけど、ウェブサイトの僕、こう、知識というか、興味があまりなくてですね、できればなんか理想から言えば、Google マップに、こう、行った駅にぴょこんとですね、サムネイルが出て、で、散歩喋りの80何か分がマップ上で確認できるとかだったら、すごい楽しいなと思う反面、それを調べるのがだるいなと、いうような感じですし、まずそれを見て、誰が楽しめるのが俺だけだっていうことでね、まあ、ちょっとその辺で構想段階で止まってるんですが、次は次のオルタナティブというか、大体としては、まあ、マップ上に自分の手書きのマップにですね逐一 JPEG を上げていくっていうねそのあ、ここから見るとかっこいいね。多摩センターモノレールいかにも発車しそうじゃないですか。
なかなかないですよね。終着駅行かないですから。あ、ここ野苑通りっていう街道らしい。あ、野苑街道っていう街道らしいです。下に向かいましょう。まあそんなんでね、ウェブとかちょっともうちらりと妄想するときにこの話もしたかな、もう何の話したか分かんなくなってますけど、やっぱドメインとかね、結構好きなんですよね。なんどういうドメイン、散歩しゃべり .com とかね。散歩しゃべりはローマ字表記だと何十文字ってなっちゃいますから、じゃあ短くいこうとかね。散歩、あ、そうだ、散歩っていうのは3は数字アラビア英数字ですか、え、数字か。数字にして3で PO にして .jp とかいいかなとかね、調べたりとか、まあそういう妄想は広がってますけど、まあそういうまとめる方法があると面白いんですが、そういう時にね、あ、この山手線を徐々に右回り、外回りで、こう、巡ってるんだっていうことが分かったりとか、西武線をね、徐々に西に向かってるとか、京王線西に向かってるみたいなことが分かると、スゴロクみたいで楽しいなっていうので、ちょっと目論んでいるんですが、そのスゴロクバージョン、外回り、駒込までは行ったんですよ。まあ、ちょっとね、始発のところはうやむやで、新宿はよくやってる、渋谷もやってる、原宿代々木あたりもやってるんで、あと目黒までは行ったかな。で、品川やってないけど、実質はやってるんですよね。あの、新しい駅、何でしたっけ、品川プリンスホテルみたいな。高輪ゲートウェイ駅か。ゲートウェイやったりとか、まあ、ちょっとちょころちょころ、なんじゃそりゃ。ちょろちょろね、なんか、つまみ食いをしてるんですけど、じゃあもう東回りで行こうということで、新宿から大根こう、上に向かっていく感じ、北に向かっていく感じの経路は全然乗ってんです。で、それが駒込まで行ったんですよね。で、次が田端駅で、ちょっとね、昨日行ったんですよ。それもう散歩しゃべりのためにね。で、風が強くて、もう風強くて、で、マップ上で見たら、田端駅と西日暮里、次の駅ですね。それもう二つ分やってやろうと。もう何のためにやってるかね、効率化を図ろうとした時点でですね、もうちょっと喋りのトーンは悪い、そのトーンも悪いし、風で多分聞こえてる。まあ、確認してないんですけど、大体わかるわけです。もうこの風だと、もうボーボー言って、俺の声、全く入んないなっていうのがずっと続いたんですよね。だから、まあ、一応通りましたけど、2、30分ね、一駅分歩きましたが、これはちょっと使えないなということで、確認することもなくボツになるような感じで、まあもしかしたらいずれ公開するかもしれませんけどね、 NG 集あるいはちょっとね、配信とかでよくやってましたけど、音声消してアトロクじゃないですね、アフターレコーディングして、でそれでまあちょっと出してもいいかなと思うんですけど、まあとにかく日の目は出ることはなかった。ただね、もう一回同じ順路を行くとなるとちょっとモチベーション下がるわけですよ。ここね、問題ですね。公開するか公開しないか、もう一度行くか、自分の縛りを解除するか、その後どうだっていいんだと、やっていいのか、ほんとね、難しいもんでございますが、ここで、多摩センター駅、ちょっと上を見上げてみましょう。あ、いいですね。いいですね。こんな感じで。着きまして、ちょっと登るところまで行きましょうか。あ、23分、結構行きましたね。あ、散歩面白かったな、ここ。散歩コースとしても、なんか面白いですね。東京っぽくない。密度が低いのか高いのかよくわかりませんけど、歩いてる感じしないですよ。気づいたら30分歩いてたみたいな、あれですね。街でございました。じゃあ、モノレールの駅まで行って、最後にしたいと思います。今回ちょっと帰り道はなしかな。帰らないですからね。ちょっとエレベーターで回すの嫌だな、エスカレーターで。階段ねえかな。ちょっと反対側まで行きましょうか。はい、ということで、実は地味に何回か前にステッカープレゼントといって、こうね、ステッカー散歩しゃべり部員が作ってくれましたけど、こうね、貼ってありますけど、このステッカープレゼントしようということで、プレゼントフォーム地味に設置しております。こちら無料でございますし、送料も私がなぜか負担します。ただこう送る方法としましてですね、送付先、お名前、連絡先一応いただいております。もちろんそれ以外の目的には使用はしませんけど、一応ね、なんか、送り先がないと、ダメですから、使用のポストとか、なんかそういうのがありましたら、そちらでも全然構いませんので、ご興味がある方は、ぜひ、応募していただければ、数に限りはございますが、まあ、ほぼ、100中100発、100枚もないですね。100枚もないですけど、おおむね 100% の確率で、お送りすることが可能だと思います。ああ、息が切れた。ここが繋がってんのか。ああ、やばい。多摩センター駅。多摩センターと京王多摩センター、小田急多摩センター、いろいろ多摩センターあるみたいね。
これは大変だわ。多摩センターと一口に言っても結構間違いが起こりそうですけど、間違いねえか。キップリマまで来ました。ファミリーマートでございます。それではそろそろ終わりが近づいてまいりました。本日も最後まで見てくれて、そして聞いてくれてありがとうございます。それではまた会う日まで。それじゃあバイバイ。皆さんお元気で。はい、おまけでございます。モノレール到着いたしました。それじゃあバイバーイ。